刺繍製本されたフェルブリガ・ソルターの表表紙当時の服飾の一端を示す13世紀の西欧の服飾では13世紀のフランスを中心とする西ヨーロッパ地域の服装について説明する12世紀から始まる社会的分業の発達に伴い鉄工業に専従する職人たちが生まれ縫製などの技術も高くなった職人たちは街道沿いや 大きな教会の周辺などに移動して、都定制度や同業職主同士の御助制度などを定めた、同業組合を結成し、ギルドによる注文生産が始まった。13世紀には、イングランド、ノルマンディ、ピカルディ、シャンパーニュなどで毛織物の生産が活発になり、リヨンでの絹織物の生産も始まる。キンランドンスや、タフタや、サテンやビロード、クレープドソア、 キャメロなどが副次として人気があった。また、この頃木綿が流通し始めており、木綿と天の混ぜ織りのフスティアン折りなども登場している。封建領主たちによるファッション意識の高まりにつれて、毛皮の取引も活発になった。前時代から人気のあった天類やリス類に加えて、アナグマウサギ、ジャコネズミ、ジャコネ猫、ビーバー、小羊が、 衣服の襟回りや袖につける毛皮として求められた。高価な毛皮を使えない庶民も、羊やヤギ、猫などの毛皮を衣服の装飾に使った。ここに至って、西ヨーロッパのファッション産業が、本格的に産声を上げた。マントルとチュニックチュニックを着ている二人の、高城労働者の服装男子の服装は、シュミーズ、コットなどのチュニック、ブレー、ショース、シュールコー、 マントルによって、人揃いとなっていた。コットは、ノルマン人の農民の着ていた、細く狭い手首の詰まった袖を持つチュニックを、原型とした衣装で、緩やかな袖のブリオーよりも活動に向いていた。袖は、トルコ騎兵が着る、ドーラーマンと呼ばれる街頭を真似て、袖付けが、腰のあたりまで開いていて肘から、手首までが細く、腕にぴったり縫われた。 ドルマンスリーブという型であった。袖は腕の形にぴったり合うように着用後に腕に沿って縫われていた。シュールコーはタバードとも言って鎖片びらの上に重ねて着るジンバ織のようなものが日常着となったもので襟周りなどに毛皮をつける豪華長衣となっていった。袖なしのものと袖のついたものがあるが、袖のついたものでも袖の下に穴が開いていて、 ハンギングスリーブになり、腕を通せるようになっていた。シュールコーは、装飾的な意味が強い衣装だが、長く緩やかな袖と、フードがついた茶色か黒のウールで作られた厚手の、シュールコーは、ガルドコールとも称して防寒具として、また、雨具として用いられた。これに似ているが、フードがつかず、細い長袖がつくものは、エスクラビーヌという。 シュールコウと同時期に使われた上着にはシクラドやローバがある。シクラドは西ゴート族から伝わった服でシュールコウに似るが銅のところが区切られている。ローバはアジアから伝わった服で袖がなく腰を締めずに着て襟彫りに刺繍がある。基本の構成は全時代と全く変わらず衣装がより多様さを増した他には本質的な違いはない。ただし、 装飾についてはイタリアでナッが考案されて、以来、様々な柄を楽しむようになっていた。戦場での識別のためにジンバリなどに紋章を描く、ことはよく行われていたが、日常着にも、紋章を散らすファッションが生まれる。朝の肌着とブレーに、ウール製のチュニックを着た。農村部などではまだ、鉄麦手織りの自家製の生地を生産していたが、 都市住民はフリースラントなどで生産される安価な、毛織物を買って、衣服を仕立ていた。農村部では長いブレーカレギンスに、コットの上からゴネルというベルトを締めずに、頭からこむる、緩やかなチュニックを着ていることが多かった。革の足とも型レギンスをつけたり、器具つか、短靴を履いた。日よけとして、麦わら帽子や、コアフという、 ぴったりした顎で結ぶズキンをかぶったり、シャプロンという型下程度の長さがあるズキンをかぶった。農作業の際には動きやすいように脇や正面にスリットを入れ、ブレーの裾に紐をつけて、裾を引き上げていることも多かった。よく使われた色は青色で、ヨーロッパ体制というアブラナの仲間から取った藍の色素で染めたものである。都市部でも基本的な衣装は、 農民とは大きく変わらなかった。上流市民は盛んに貴族の服装を真似たが、天やリスなどの毛皮を使うことは許されず猫の毛皮を使うようにと定められていた。上流市民の中でも法律家や医師といった知識人たちは、ローブはしぼしえという首を覆う、かかと丈のローブを身につけていた。上質な浅香薄木のせいで袖と襟元と裾に刺繍を施した肌着と、 すねタケの朝のブレーに、ウールの長靴下、そして輸入品の上等な薄地の毛織物か、絹を使ったコットと毛皮の縁がついたシュールコウが、流行している。毛皮は、天の毛皮が特に人気があり、生地はビロードが大変人気が高かったため需要に、応えるために、ウールの模造品が作られていた。色彩としては、ケルメスやコチニールという昆虫由来の色素で染めた。 鮮やかな赤色が最も人気があった。ちょうどこの頃西洋に、ボタンが知られるようになったが、コットは、脇で紐で締めて着用することが多く、衣服に付けられる。ボタンの利用目的は主に装飾的な用法であった。こうしたボタンはかなり大きなくるみボタンで、刺繍で飾られていた。上流階級は、両肩に引っ掛けるように羽織る。パリウムというマントを着ることが多かった。 こうしたマントの前を止める金の飾り紐をクエルダスという。靴は、かかとのあたりから下がついており、足の甲でボタン止めするタイプのものであった。革製で、黒色が多かったが、褐色や黄色などもあった。錦で作られることもあり、絵画には、斜めの格子柄のものがよく見られる。髪型は、直まで、自然に伸ばしたもの、髪全体を二つに分けて、 毛先を小手で、S 字に巻いたものや、前髪を短くして、襟足まで徐々に長くしたものなどがある。エフタの娘の嘆きに見える若い女性の、チュニックワンピース13世紀の婦人の服装女子も、男子同様コットと呼ばれるチュニックを着用していた。13世紀の時点ではまだ男性のものと大きな、違いはないが、14世紀に入る頃に腰を締めて、 裾を広げるように仕立てるようになっている。ブレーを履かない以外は、男性の衣装と大きな違いはなかった。この時代の女性の衣服の特徴として、被り物の種類が非常に豊富になっていることが、挙げられる。また、コルセという、現在のコルセットの語源となる衣装もこの頃、着られるようになった。これは、通常の衣服とあまり変わらない形だが、 短い袖で腰を紐締めして細く作っていることが特徴であった。朝のシュミーズの上に幅の狭い袖を持つ足首丈のウールのチュニックワンピースを着ていた。着脱がしやすいように襟は通常の丸襟ではなく正面に切れ目が入ったキーネックにすることもあった。頭はベールやズキンで折ったが、 麦わら帽子をかぶったり、縁のない低い円筒形の帽子をかぶることもあった。この頃現れた被り物に、ウィンプルといって、現在修道所がこうむる頭にかぶせる、ベール部分と、直から顎を覆う垂れ部分に分かれたものがある。上質な浅か薄きぬせいで袖と襟元と裾に刺繍を、施した肌着と、すね丈の朝のブレーに、ウールの長靴下、 そして輸入品の上等な薄地の毛織物か、絹を使ったコットと毛皮の縁がついたシュールコウが流行している。完全に足を大床に引きずる竹の衣服が普通になっており、13世紀末にはボタンで取り外しできる引き裾が現れている。ブリオは13世紀の初めまでコットと混在して使われていたようだが、徐々に消えていった。 ブリオーのベルトが尻の上あたりというかなり低い位置で、緩やかに結び垂らされていたのに対して、コットのベルトは自然なウエストのあたりか、ハイウエストでしっかりと締められていた。また、動きやすいように、シュールコーの裾をからげて、ベルトに挟むこともあった。センダルというのり付けをしたアザブに、刺繍や宝石飾りをつけて筒状にした帽子が流行している。 このセンダルや刺繍を施したビロードで作った、円筒型棒には、バルブ系歩という顎下で留める広いリボンがつく。また、13世紀の終わり頃、クレスピンという金属製のヘアネットも考案された。髪型は、既婚女性は髪を結い上げて、覆い隠すのが決まりであった。未婚女性は、従来の一本もしくは二本の三つ編みにしたお下げ髪も、言われたが、 垂らし紙が流行しており、当時の、騎士道物語などの写本には金髪を長く垂らした、姫君や乙女の姿が描かれる。ありがとうございます。